コーヒードリームは原作花形霊漫画平松治による日本の漫画2005年から2008年まで週刊漫画タイムズにて連載していた単行本は前後刊日本初の UCC 上島コーヒーの推薦コミックである江戸時代から続く老舗茶屋の後取り息子白樺茶タスク実は日本茶よりもコーヒーをこよなく愛す彼は コーヒー店を開くことを夢見ている。だが、父はコーヒーを意味嫌い、その善とはだ難一方、茶、タスクの恋人の香りは、カフェの一人娘だが、香りの父と茶、タスクの父は、縁縁の中の関係で、二人の恋人関係は、周囲には秘密にされている。夢も恋愛も、八方塞がりの茶タスクだが、持ち前のガッツと圧倒的なコーヒーの知識を武器に、 少しずつ、周囲の信頼を勝ち得ていく。第1巻2006年8月31日、発売 ISBN978 から4から832230637、第2巻2007年3月31日、発売 ISBN978 から4から832230798、第3巻2007年8月31日、 発売 ISBN978 から4から832230934第4巻2008年1月31日発売 ISBN978 から4から832231047第5巻2008年7月1日発売 ISBN978 から4から832231191ありがとうございます